僕が語る「負の」っていうこともないんですけどもですね <laughs> ちょっと違うプリンセスメーカー誌っていうのは何なのかですねまずあのこの中で語られてないのがですねガイナックスのゲームっていうのは3段階、まあ、一番最初「電脳学園」っていうゲームがあってこれはもう本当にクイズゲームなんですね。でクイズに勝ったら、 中の女の子が服を脱いでくれるっていうですね、まあ、脱衣ゲームのやつなんですけど、絵がいいと。これがオーストラリア侵攻作戦の第1弾なんですね。<laughs> オーストラリアはまずネズミたちを駆逐するために、女の子が脱ぐというゲームだけ。ただし、うちのゲームの女の子の脱ぎは半端ないぞっていう脱ぎ方をするというゲームを作った。で、第2弾がですね、アドベンチャーゲーム。それはもう僕が当時すごく好きだったのが、あのリバーヒルソフトっていうところのアドベンチャーゲームだったんで、あんな感じのアドベンチャーゲームやりたい。でそれで で、サイレント・メイブスって当時すごくあの人気があった漫画とコラボしてサイレント・メイブスのゲームを作ったんですけどもそれでゲームの中で人を泣かせるという実験は実はプリンセスメーカーが最初じゃないんですよ。 プリンセスメーカーの前にサイレントメビウスで一回泣かせる実験をやって、あ、ちゃんとなんかね、あのアンケートとか見たら泣きましたとゲームで泣くと思ってませんでしたっていうのが来て、よしこれいけるというようなことで本格的な体制として作り出したっていうのがもう一つの裏面の世界ですね。 で、なんでそんなことを考えたのか。ラストのオルゴールが素晴らしかった。ありがとうございます。本当に。あのオルゴールを覚えてるってことは、サイリント・メイクスをなんかやって感動したってことですよね。<laughs> 実はですね、ガイナックトの歴史はですね、ダイコン3のオープニングアニメから来てるんですけども、 大根3のオープニングアニメ見たらなんとなく感動するんです。でその感動が何なのか実は作った人間には誰一人わかってないんです。これ正直な話。音楽が盛り上がって新しい新天地や宇宙船がバーンと行くんだけどもそれが何なのかっていうのが僕にも説明できない。 もちろん、アンノにも赤いにも山がにも説明できないです。で、なんかみんながすごい感動したって言った。楽しんでもらうのは分かったんですけど、感動するのがよく分かんない。次のダイコンフォーオープニングアニメは、感動みたいなあやふやなものは考えずに、とにかくクライマックスで凄まじいアンノの作画を見せて、で、音楽一曲に乗せて、すごいハイテンポでやって、ノリを作ろうと。いわゆるその、当時、 あの、MTV みたいなものを作ろうと思ってやったら、やっぱり何か感動したというふうに言われて、うん、感動したっていうのは分からんこともない。なんかあれ感動するでもそれは一体何なんだろうと分からん。ガイナックスというのはですね、そのデビュー作というかデビュー前のインディーズ時代の大5フィルムの時代からも、作ったはいいけど、なんで感動したのか分からんっていう、<laughs> <laughs> この自分たちの中に暗部っていうのを抱えてるわけですね。一見いい話も言えるんですけど、全然良くないですよ。つまりそれは再現性がないということです。なので、 その再現に失敗した、例えば山田のオロチの逆襲とかですね、早打ち剣の大冒険とかですね、なんか解決能天気とかですね、<laughs> 愛国戦隊大日本みたいに、同じフォーマットで作ってるはずなのに、あれ感動しねえよっていうのもいっぱいあるわけですよね。<laughs> で、オネヤミスの翼っていうですね、デビュー作の2時間ぐらいある劇場映画、これでですね、目指したのはですね、山川く君が、感動っていうのは多分もう言葉にならないんだと。映画は、映画で語ればいいんだ。要するに、今で言うとこのスリービルボードみたいな映画、 映画を作ろうと見た後で「うわなんかすごかった!」っていうふうに思ってもらえば映画はそれでいいんですとなんで感動するのかっていうふうに分かるように作る映画っていうのは安物ですっていうのは山田君の発案もあってですねすごい分かりにくい作品作ったんですね。 で、スリービルボードみたいなんか重たいものをズーンと受け取るのかっていうと、結局できたお悩みの翼っていうのは、スリービルボード的なテイストもあるんだけども、普通のアニメっぽいテイストもかなりあるんで、えらいなんか、中途半端な微妙な出来のものになってしまったんですね。で、もっとわかりやすく感動させなきゃいけないということで,ですね、えー、ガイナックス泣かせる実験っていうのがスタートしたんです。えー、ガイナックス泣かせる実験っていうのをもう僕自身が主催者として、とにかく、 懲りあの <laughs> お願いした時に案外みんな感動してくれたのがくれなかったか分かんないしなんか感想がもや,もやっとしてるから懲りたのでちゃんと実験して検証して繰り返そうというふうなことで第1弾トップを狙い。夢の心臓を見上げてで いけそうな気がするからそして僕らはでオンユアマークいつも走り出せばの流行りの風にやられたでオンユアマークで僕らがこれをなくせないのは夢の心臓を見上げて僕らと呼び合うためそして僕らは